ビギナーダンニングマガジンへようこそ。感想巨人牧野です。今回は大阪国際女子マラソン厚底シューズの影響はということを紹介したいと思います。昨日ね、残念ながら岩出玲也選手そして佐藤選手の接触というねことがあって、佐藤選手も転倒してしまったので、両者危険という非常に残念な、結果はありましたが、一方でですね、やっぱ安藤由香選手、3位に入ると、そして上杉選手、そしてその他にも星川選手、前田選手、池田選手で大東選手がなんと MGC 獲得4名登場ということですね。まあ、こういった傾向を見ていくとですね、飛躍的にこう記録が上がってきているのではないかなと思っています。まあ、一つの要因としてはやはりですね、駅伝も見ていても以前の MCC では薄底とかもあったんですが、もうほとんどが厚底、ナイキやアディダス、そしてアシックスというところがどんどん増えてきているというのも一つの要因になっているのかなと思っています。これはもう MGC というね、マラソングランド、チャンピオンシップだけ見てみるとですね、出場権だけ前回を見ると15名、まあ実際もうちょっとね、3名出てなかったので少なかったですが、結果的から見るとですね、もう現在で26名近くですね、出場権を獲得しているというところですね。で、今回も4名で取ってきているということは、こう大きくね、変化してきているんじゃないかなと思っていますね。で、もちろんですね、ただシューズが変わったから速くなったというわけじゃなくて、やはりあれだけ跳ねますから、トレーニング方法もより進化してきているのと、当然のごとくですね、レベルアップしてきているということで、この辺も市民ランナーが見習うべきトレーニング方法というのがね、あると思いますので、この辺の参考にできるんじゃないかなと思っています。特に厚底が進化するとやはり怪我のリスクだったり、反発力というのがありますので、そういったところの考慮しながらも見ていくというのがいいのかなと思っていますね。今までの、ね、歴代記録を見ていくとですね、2時間19台っていうのは野口みずき選手や渋井陽子選手や高橋尚子選手の3名、これが全てベルリンマラソンというのは一つポイントになるんですが、先日ね、新谷仁美選手がヒューストンでね、久しぶりの2時間19、24秒と、歴代2位を叩き出したと。で、唯一ベルリンではないっていうのも一つ高評価なのかなと。で、昨今では昨年もね、東京マラソンなんかも一山選手と新谷選手のデッドヒーターなんかもそうですし、松田選手の2時間20分なんかも全体的なレベルがこう相当上がってきているなっていうのも伺えますね。ですので歴代20位までですね、記録をたどっていくと、なんと2022年以降で8名入ってきているというのは、これはもう驚きとしか言いようがないのかなっていう感じがあります。ですので全体的にその底上げっていうのが進んでるんじゃないかなと思っていますね。そしてですね、意外なところで僕もね、佐藤選手なんかもそうでしたけれども、結構ねアルファをね履いている選手が意外に多いなと。まあもちろんベッパーもいるんですが、結構ねアルファなんかはこう筋力だとかある程度体がっちりしているという部分で、使いこなすっていうのがあったんですが、まあ結構ねその体重の軽い女性でもそこをつなぎ使いこなすっていうことをやる傾向なのもちょっと興味深いところかなと思っていますね。いずれにしろ、まあ、アディオスプロであったりとかメタスピードであったりとかって、この辺のねシューズの選択肢、その他のシューズっていうのも今後出てきますので、まあ、今後記録も含めてシューズの選択っていうのもチェックできればなと思っています。今回は大阪国際マラソンから見るシューズの傾向並びに記録について紹介させていただきました。この動画が良ければグッドボタンとチャンネル登録もお願いします。感想巨人牧野でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。